明治安田生命 J2 リーグ第9節大分対横浜の対戦、大分市大分銀行ドームからお送りしていきます。大分の後藤はここまで4得点、横浜の岩はここまで3得点、しかしここ3試合2人ともに得点がありません。4試合ぶりのゴールはこの大分で生まれるのか。それでは大分予想フォーメーションです。 3-4-2-1 のシステム、コンディション不良の丸谷に代わりまして、ボランチ姫野が入っています。2試合連続の先発です。代わって横浜です。予想フォーメーション、システムは 4-2-3-1 と予想しました。前節福岡戦でゴールキーパーとの接触によりカルフィン・ヨアピンが負傷退場、川崎康政が先発で入っています。熊本地震から昨日で2年、試合の前に黙祷が捧げられます。さあレアンドロ・ドミンゲス、右を見て大きな展開、橋爪が北爪が入ってくる、倒れました。 PK ですか。これ PK、 横浜 FC PK。 中里が倒れています。横浜です。 PK、 岩が蹴ります。おー、決まった。先制点横浜、前半の26分。触りましたけどね、反応はしていました高木、しかしパワーのあるこの今のシュート決まりまして、先制点は横浜です。ポストプレーからダイレクトで落としてサイドで、サイドからクロスっていうところもね、形はできているんで、はい、あとはそのどれだけ精度を上げて最後のフィニッシュまで持っていけるかですよね。さあ今度は星がシュートを打っていきました。ゴールキーパーの辻が反応しました。今枠を捉えていました。後藤が前線でボールを収めてクロスを入れてくる。林にキーパーですね。林が顔を両手で覆ってがっくりと崩れ落ちました。まあ、松本麗のクロスから林、非常にこうピンポイントでねあったシーンで、まあ、これをねよくキーパーナイスセーブですね。最前線には岩、大きなボール放り込んでくる右サイドです。クロス折り返して、ここは大分鈴木の対応。ああ今がボールを持った中、レアンドロ・ドミンゲス、ここに佐藤シュート、高木パンチング、枠を捉えていた見事なシュートです。横浜の佐藤、田辺さん、はい、その横浜 FC タバレス監督のハーフタイムのコメントです。相手のロングボールに注意をすること、そしてディフェンスはラインを下げすぎないこと、さらにですね後半立ち上がり集中してゲームに入ろうという指示です。以上です。さあ星中に入ってきた、林に預けたいところ、リーダー入ってきて松本決まった、同点ゴールを置いた、松本レイのシュート、横浜のゴールに突き刺さった。まあ、今星は多分ね松本を見てなかったと思いますけどね、まあ、ただあの仕掛けがあって中の、多分林なんですかね、入れたと思うんですけど、ここでいいトラップしてから、まあ、ただこれ合わなかったんで逆サイドね松本麗がよくここまで詰めてきましたよね。ああやって人数をかけるとこういうゴール生まれますよね。ここら辺うまいですね。さあレアンドロ・ドミンゲス奪った、ジョンチュングも走ってくる、そのジョンチュング裏へ抜けた、さあヒールで落として岩が持っている、中に預けて佐藤のシュート、おーっとディフレクションがあって軌道が変わりました。横浜今、ね、全員がこう前を向いた速い攻撃でね非常に良かったですね。いや今
追加点というシーンでした。今ゴールキーパーの近くに後藤、そして戸根が今中に入ってくる。いいボールだ。さあ福森ヘディングでした。ここで試合終了のホイッスル。明治安田生命 J2 リーグ第9節大分対横浜の対戦、1対1、勝ち点1を分け合いました。